ホンダの米国法人、アメリカンホンダは10月30日、NSX のドリームプロジェクトの概要を明らかにした。実車は10月31日、日本時間11月1日未明、米国ラスベガスで開幕するシーマショー2017で初公開される。NSX のドリームプロジェクトは、米国アリゾナ州に本拠を置き、NSX のチューニングを得意とする、サイエンシオフスピードとホンダが協力し、新型 NSX をカスタマイズ。さらなるパワーアップを図った。直噴 3.5 リットル、3493立方センチメートル、V 型6気筒ツインターボエンジンには、リキッドインジェクションインタークーラーやスポーツエグゾーストなどのチューニングを実施。この結果、3モーターハイブリッドシステムの、スポーツハイブリッド SHAWD は、最大出力がプラス37馬力の610馬力、最大トルクがプラス 4.3kgm の 70.1kgm を獲得する。足回りはサスペンションやブレーキ、ブレンボ製を強化。ピレリ製タイヤはフロントが20インチ、リアが21インチ。アドバン GT の軽量ホイールを組み合わせる。外観はレーシングカーの NSX GT3 をモチーフに、大型リアウィングなど、専用のエアロキットを装着。ダウンフォースの向上を狙う。室内には、レカロ製のバケットシートやカスタムメイドのブラックレザーが採用されている。